はい、こんにちは、文具王です、えー。今日はですね、前回前々回に引き続いて、えー、万年筆の洗浄の話をしていきたいなと思うんですけれども、えー、今回はちょっと DIY が入ってきます。えー、と言いますのも、えー、前回と前々回はこんなお話でした。はい。えー、前回前々回はですね、えー、セーラーさんとですね、ヨーロッパ国際企画とか共通企画なんですけれども、のですね、えーと、インクカートリッジを採用しているタイプのカートリッジ式、あるいは共用式の、まあ 万年筆を洗浄する方法だったんですねでセーラーさんは、えー、専用のサポートキットっていうのがあるしヨーロッパ共通企画に関しては、えー、ポイントっていう会社のですね、えー、インジェクターセットっていうのと、えー、洗浄キットっていうのがあるので これがですね、まあ、ちょうどその、まあ、中に入ってるカートリッジの後ろに、この注射器がくっついてる状態ですね。これを作り出すようになってました。えー、こんな感じのですね、まあ、注射器の先端の部分をですね、まあ、こんな風につけてあげると、ここがカートリッジと同じ形になってるんですね。ということで、これを差し込んであげると、えー、セーラーさんの万年筆であればですね、ぴったり水漏れせずに、インクをここで出し入れすることができるんで、中をきれいに洗浄できますよっていうキットだったわけですけれども、じゃあ、セーラーさん以外、 使いたいたたっって言った時にはですねここの形が違うし実はですね、ここがちゃんとはまるように作られているんですねこれ単なる空のカートリッジではなくて、後ろの部分がちゃんと、えー、このね注射器にセットできるようにま作られているわけですよ。なんで、まあこうやってきっちりいけるわけですけれども、このきっちり感がないと、やっぱり水が漏れてしまうとなかなかうまく洗えないんですね。 ということなんですが、ええー、まあ前回前々回見ていて思った方もいると思います。インクの色をいっぱい試しているっていう人には、まあ書くのとか、それからプレピーとかって使ってる人結構多いと思うんですよね。で、そういう人ですよ。えぇ、ー、書くのやプレピーっていうのは、えー、もちろんパイロットさん、それからプラチナさんの製品なわけですね。で、パイロットさんやプラチナさんがこれにちょうどぴったり合うサイズの、えー、こういうキットをじゃあ出しているのかっていうと、それがなかったりするわけですよね。 まあそれもあるし、例えばね、ええー、ラミー使ってますみたいな人だと、ラミーも、えー、ええ形がちょっと違うんですよね。ヨーロッパ共通の企画とラミーもまた形が違ってたりするんで、これも合わないぞ、ということになります。じゃあ、どうやってそれを合わせていくかということでですね、まあ今回は、えーと、ちょっとだけ工作が必要なんですけれども、まあそんなに難しくなくてできる方法というので、ええー、まあちょっとね、 えー、お教えしたいなというか、僕が実際にやってるやり方をお教えしたいなというふうに思います。えー、用意するものはですね、まあ、これね、100円ショップで売ってます。えー、こういうですね、シリマーっていうのがあります。これは注射器の大きいやつなんですけども、実はちっちゃいやつも売っていて、こんなのもあります。ということで、えー、ちっちゃいのと大きいの両方を持ってるといいかなと思いますけれども、まあ、まず今回はですね、洗浄に特化するっていう意味ではですね、まず大きいやつを使っていこうというふうに思います。 で、これとですね、あともう一個用意しなきゃいけないのはですね、これです。えっ、ー、と、ホットボンドとかね、ホットメルトとかいろんな呼い方がありますけれども、要はこういうですね、あのー、まあ、糊をですね、後ろから入れて、で、まあ、ここにね、ヒーターが入っていて、その糊を溶かして、先端からニュニュニュっと押し出して止めるというね、えー、糊を出すタイプのものがあります。このホットガンね。これ、ま、たいね、えっ、ー、と、ホームセンターとかそういうところでも、今だったらま、たい1000円ぐらいでは手に入るかなと思うし、 で、まあ、そんなに高くはないんですね。で、まあ、これもね、あの、中に入れるやつも最初についてくるし、まあ、これ自体もそんなに高くない。これはね、100円ショップで10本入りとかで売ってたりするんで、まあ、この糊を、糊と、まあ、このね、ガンですね。これあの、反対側でですね、コンセントになっていて、コンセントに差し込むとあったかくなって、この糊を溶かして出すってやつです。これはね、いろんな工作に使えるし、修理なんかにも使えるので、まあ、1個持っておくと、まあ、ね、便利なので悪くないかなと思いますので、これちょっとね、まあ ま、この際だから手に入れて使ってみるっていうのも悪くないと思うので、これを使います。はい。ということで、今回用意するのは、100円ショップで買ってきた、化粧品なんかをトラベル用の容器に小分けしたりとかするときに使うよう大きな注射器。それから、ホットガンですね。で、こんな感じですね。ホットメルトガン。それから、あとはもう一つですね。用意しなきゃいけないのが、えー、このね、えー、カートリッジです。えー、ま、万年筆のね、を使っているとですね、まあ、使い切った後のカートリッジ、捨てないで置いておきます。 で、まあ、これをですね、まあ、綺麗に洗って、えー、乾かしたものを用意します。はい。ということで、えー、今日は用意するものはそんな感じです。で、えー、当然ですけれども、え、用意するカートリッジは自分が使いたいやつね。 で、まあ今回例としてとりあえず書くのを洗ってみたいなと思うんですけれども、まあ書くの用のですね、えぇ、ー、ものを作りたいと。今ちょっとね、コンバーターがついてますけれども、えー、これをね、洗浄するためには書くのと同じ、えパイロットの、えー、インクカートリッジを用意します。で、えー、もちろん入ってるやつだと、まあインク入ってるんで捨てちゃうのもったいないですから、使い切ったやつ捨てないで置いておきましょう。で、 あと用意するのはカッターナイフですね。はい、まあ、カッターナイフはどこのでも構いません。普通に切れれば大丈夫です。ということで、まあ、これで準備が OK です。という感じです。いいですということで、まあ、早速工作に移っていきたいなと思います。はい。はい で、まぁ、あ、今回何がやりたいかというと、非常に単純です。えー、このね、注射器の先端の部分に、えー、これをくっつけてあげればいいわけです。これと同じものを、まあ手作りすればいいわけです。ということで、まあやっていきたいなと思います。でまずこれ、開けます。普通に、あの、100円ショップで普通に売ってます。これね、代償あるので、まあどっちでもいいんですけれども、えー、洗浄に使うんだったら、大きいやつがすごい綺麗にいけるんで、でまあこのノズルはちょっと置いときます。ね。でもう、これで十分です。で、これで、えー、洗うと、すごく綺麗に洗えるので、まあ これでいいかなと思います。で、ここにですね、まあ、きれに洗った、えー、カートリッジですけども、これどうやって洗うかっていうと、まあ、前回にもね、えー、お話ししました、これノズルをつけた状態のこのね、注射器で、まあ、奥まで入れて、水をビューって出してあげるとですね、中綺麗に洗うことができますので、えー、これで綺麗に洗ってください。で、えー、洗って乾かしたやつがこれですね。はい。で、これをつけるんですけども、当然後ろからね、水を出し入れするわけですから、ここに穴を開けます。 ということで、後ろの端をですね、カッターで切っちゃいます。はい。これね、適当でいいです。まあ、どこで切ってもいいんですけれども、まあ、適当にこのね、太さが安定しているところでこうやって切りましょう。で、切るとこんな感じになります。もう、カッターで切るとね、あっという間に切れます。はい。ということで、こんな風に切れましたよと。 プラチナさんの場合は中に入っている玉が中でカランカラン動くので、これ実は後ろを切ってあげると玉を後ろからコロンって出すことができるんですけど、えーパイロットさんの場合はこの板がね、くっついたまま取れないので、これはまあね、えピンセットで取り出します。はい。まあここのところからですね、こうやってですね、入れてですね、あのまあググってやってですね、こうやってやるとですね、まあ取り出せなくはないので、こうやって取り出します。ってあげると、まあこの板ですね、 ま、ちっちゃいプラスチックの板ですけども、これ外すことができます。これでもうただの筒状になりました。で、これをですね、まあ、ここのところに、あ、だから道具にピンセットもいるが、がいるね。はい、ということで説明が足りませんでしたが、まあ、ピンセットみたいなものとか、あと棒でね、まあ、後ろからですね、細い棒みたいなもの、竹ひごみたいなもので押し出しても構いません。ということで、ま、あね、出してあげればいいかな。で、こうやって入れるとですね、まあ、なんとなくこうってはまるわけですよ。で、はまるんですけど、もちろんこれぴったりではないんですよね。 ちょっと水が漏れたりしそうな感じ。だし、こうくっついてるわけではないんですね。セーダーさんみたいにネジできっちりくっつくわけじゃないので、こうやって入れたらですね、まあたいはまる。ね。綺麗にはまってはいるんですけれども、これではダメだということで、このままじゃダメなので、これをしっかり止めたいということなんですけども、ほら、例えばマスキングテープとかで止めてもですね、これあの水を扱うので、まあ水漏れをしたりとかすると、まあ剥がれちゃったりとかするので、ここはしっかり止めたい。と で、中見るとですね、水が出てくる穴はこの内側なんですね。外側の枠と内側の枠の間のここの部分。まあね、お堀みたいになってるこの周りの部分ですけど、ここの部分にこのね、カートリッジがこうちょうどはまってる状態で、ここは実は、ええー、まあ、例えばこの溝の部分っていうのは埋まったとしても、別にこれ水が出てくるのには困らないんですね。ってことです。まあ、そこがポイントです。じゃあこれでどうやって締めるかということなんですけれども、はい。 えー、ここにホットガンがあります。でホットガンは、あのー、こんな感じでですね、えー、中に入っているこのね、えー、ワックスを溶かしてこっちから出すわけですけれども、こんな感じですね。でこうやって、えー、ですね。で、これなんですけども、どこに入れるかというと、この溝の部分です。周りの溝の部分に、えー、このガンの、えっ、ー、と、はい。 樹脂を注入しますこんな感じですね。ニュ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 ニニュと熱いうちにちょっと作業しないといけないんで、あれですけれども、こんな風にして、周りにこう、ちょっとだけで、えっ、ー、と、周回全部ですねこう、隙間なくこう、周りにこう入ってる状態を作ります。ね、ドーナツ状の、えー、このね、輪っかのところに全部入れます。で、この状態ができたら、まだ溶けてるうちにですね、ここに、はい、えー、カートリッジ中入れて、無理やり押し込みます。ギューって入れます。 ググっと入れます。で、入れるとですね、ま中にも押し込みつつ、外にも溢れつつで、こんな感じになりますね。はい。こんな感じです。キュッと。はまりました。で、まあ、冷えてからカッターで切ったりとかしても全然いいんですけれども、はい。えっと、この余ってるボンドですね。まあ邪魔なので、ちょっとだけ取っときましょうかね。まあ、別に、あの、 えっと、普通のティッシュペーパーとかでやると、ティッシュペーパーがケバケバになっちゃうので、今ちょっとね、え、こういう、あの、キッチンペーパーでやりましたけども、こんな感じですし、まあ、これね、えっと、まあ、完全に冷えた後で、カッターナイフで削ぎ落としても全然いいかなと思います。まあ、こんな風にしてですね、つけてあげました。で、まだちょっと暖かいので、ペトペトしてますけれども、冷えるまで待ちましょう。ということで、冷えて固まったら出来上がりということなんですけども、こんな風になりましたと。 いうことでまあ、20ml のちょっと大きめの注射器の上に、えーまあ、このね、えー、カートリッジがくっついた状態になってますでこれでですねまあ、洗っていきましょうということで今回まあね、えー、パイロットさんのコンバーターですけれどもこれ外してですね、えー、洗っていきたいと思いますコンバーターまた今度別に洗いたいと思いますということでまずはここね、えー、首軸の部分ですけれどもまあ、水につけといてっていうのは前と同じなんですけれども、えー、一旦洗います一旦これで洗いますはい で、まあ、なんとなく、こう、ついてる汚れを一旦落としておいてですね。まあ、本当は一晩ぐらい、え試験管の中につけておいてっていうのが前の段階としてあるんですけど、今日は説明の都合で、え直でいきます。はい。で、洗いました。ということで。洗ったところにですね、えさらに、えこれを、え中まで洗っていくために、このね、さっき作った注射器ですね。これをはめていきます。はい。で、ここにギュッとね。 ということでですね、まあ、この状態で吸っていきたいと思うんですけども、まあ、コップの中に水に入れて、で、これでもう本当に注射器をそのままぎゅーって吸います。するとですね、ほら、だいぶ、ほら、汚れた水が出てきました。ね。でこうやって出すと、ほら、こんな、こんな、こんな感じで、こんな感じです。ね。えー、中に入ってる蛇腹の部分に溜まってるインクが、まあ、こうやってね、洗浄されて出てくるので、まあ、こんな感じだったりします。はい。なんで、はい、こうやってですね、えー、どんどん、 え吸ってということでで結構吸えるんですけど一気にするとあまあちょっとねついてくるのが遅い時はありますけれどもでまあゆっくりやってあげればえしっかりこうやってねえ出したり引いたりをしてあげるとですね割りかしすぐ綺麗になりますねはいちゃんと入れといてキってってあげとはいこんな感じですねでまたこうやってですね こうやって水を入れますだいぶ水きれいになってきましたね、まあ、こんな風にして洗ってあげれば結構抵抗感があるのでちょっとね、えー、まああんまり慌てるとすごい力がいるんですけどゆっくりやると結構平気でこうやって出てきますだいぶきれいになりましたねでまあこのね色がつかなくなったらまあええかなーって感じですねこうやってあげるとほら もうほとんど透明ですねもちろんこの段階で途中で例えばあの超音波洗浄をかけるとかですねえーパーツをバラバラにするとかいういろんな方法があるんですけどまずはねこうやって水で洗うのが基本は基本なのでこうやってね水を通してあげるのが一番簡単だと思いますまあだしほら ペン先とかね、分解とかすると、元に綺麗に戻せなかったらどうしようってうのあるじゃないですか。まあ、慣れてる人は分解すればいいんですけど、あの、まあ、こういうところはですね、えー、まずはこうやって水を綺麗に通すっていうのが、まあ、何よりも基本です。はい。ということで、こうやってね、通してあげると、ここで綺麗になりましたということで、まあ、中の水完全に透明になったので、これでね、あとは、えー、外して、えー、水気を拭き取ってですね、あとは乾かしてあげれば、えー、完成です。という感じですね。 ね、簡単でしょはい、こんな感じで洗うことができます。で、まあ、ついでなので、えっ、ー、とー、もう一個ね、買ってきてるやつ。あのー、普通に、えー、このノズルはですね、まあ、最初から付いている、まあ、化粧品とかをね、詰め替えるときに使うようなノズルですけども、これをつけてあげてですね、 えっと、パイロットさんの場合は、ここですね。えっ、ー、と、ここの部分、セーラーさんの場合はね、バラバラにできたんですけど、パイロットさんの場合はここ外れないので、えー、外れない。それとね、あとさらにはですね、ここの中なんですけれども、中に、ちょっとね、ここの部分になんかね、金属のデコっていうパーツがついてるんですよ。でこれがね、外れないので、まあ、このままで洗います。ということでですね、ここに、 えー、ノズルを入れてですね、まあ、勢いよく水を入れます。はい、入れていきましょう。はい、シュってやるとですね、こうやってあげるとですね、ほら、インクがほら、まあ、すごい出てきましたけども、こんな風にしてあげると、綺麗に、ほら、このね、下、すごい色になってますけれども、こうやってあげるとですね、えー、綺麗に洗うことができるので、もうあとはですね、ちょっと汚れが残ってるところを狙いながら、もうこのね、注射器のノズルをそっちに向けて、勢いよく水を出すと。 いうことで綺麗にしてあげると、大体いい汚れ、こう綺麗に取れます。こうやってね、こんな感じですね、こうやってあげるとですね、だいたい綺麗になりますよという感じですね、入れながら、はい、はい、こうやってですね、はい、洗ってあげると綺麗になりますよということですね、こんな風にして、中に水を通してあげると、もうこれでかなり綺麗になりましたよという感じですね、はい、これもまたキッチンペーパーでき麗に拭いておきましょう。ほらね 前にほら、色雫のね、つくしが入ってたので、これシール貼ってあるんで、シールも剥がしてるんですけども <laughs>、ということですね。まあ、こうやってあげるとですね、また次に新しいインクを入れたときにも使えるようになりますということで、これ綺麗に洗っとかないと、今ほら、こうやってトントンって叩いたりとかすると、またちょっと色が出てきましたね。なんで、こういうのはしっかり洗っときましょう。はい みんなどうやって洗ってるのかわかんないですけども、えー、僕はね、このあの、注射器で洗うようになってからかなり洗いが綺麗になったので、こうおすすめですね。他の方法だとどうしても中まで、あの、 え水につけてねこのピストンを出したり入れたり出したり入れたりっていうのをね何回やってもですねやっぱちょっと残っちゃうのでねそういうところでいくとえこの注射器で洗うとですね一気にきれいになるので僕はまあこれ気持ちよくて好きですねということでまこうやってきれいになってまあ汚れが見えなくなったえ乾かして次の色に使ってくださいということでえまあこれでね どっちもきれいに洗いいましたよという感じですはいもう一つはもうね買ってきたままのこのね注射器でいいですしでもう一個はですねこんな感じです先端、えー、の部分にメーカーのカートリッジを切ったやつをまあこれねホットボンドで留めてありますねホットメルトののりで留めてあるのでまあこれでねしっかり口金を止めてくださいこれで水漏れしないですね まあおまけで、えー、ちょうどね今プレラも色替えをしたいなぁとちょうど思っていたところなのでプレラも洗っていきたいなと思います。まあ、こんな感じですね。ここに差し込んで、ですねぎゅっと差し込んで、ビャーってやると、ですね、はい、こうやってあげると簡単に中身のインクが出ていきます。で水を吸って、これ気持ちいいですよ、こうやってあげるとしっかり水入ってくるんで。ねはいで、こうやって出します。 簡単で一番効果的かな、まずは。はい。で、もちろん、あのー、これで取れないような場合だと、他の方法とかっていうのは、まあ、順次いろいろは必要なんでしょうけども、まずこれでね、えー、こう、水の出し入れをするのが基本かなと思います。まあ、ここはちょっとね、あの、 きれいになってもだんだん溶けてくる部分があるので、まあ、ちょっと多めに洗ってあげたりとかですねしばらく時間を置いてまた洗ってあげたりとかするとえ特にきれいになります、はいね、この方法のいいところは結構ほら見てわかるかなこの蛇腹の部分あるじゃないですかこの中も結構ねちゃんとね汚れが取れていくんですねっていう感じですはい またインクの色替えができますよという感じです。はいでまあ、同じように、またこっちもやってみたいと思います。こっちもねコンバーターの中に、えー、インクが入っていたやつを1、ね、回まず水で洗って、はい、で残っている部分はでですすねねこれをです、ねはい、注射器で吸った水を気持ちがいいので見ててください。ここにねノズルを入れてシャーってあげるとです,、ね、ほらすぐ透明になるでしょ。でこんな感じです。 ちょっとね、えっ、ー、と先を下に向けて、こうやって下から上に吹き上げるような感じでね、えー、洗ってあげるとかなりきれいに上がります。まあピストン奥まで下げてきれいに洗ってください。ねで、こう、ちょっとね、振ったりトントンやったりとか、あとピストンを前に出したり戻したりとかして、えー、ちょっと動かしてあげるとまたインクが出てきたりもするんで、そういうのを確認したら、えー、もう一回洗ってあげます、はい。こうやって洗ってあげると。はい 感じです、ね、おえー、とーまあちょっとね水が飛ばないように気をつけてください。ということでこってあげるとですね これでだいぶほら、中身が綺麗になりましたよね。ということで、えまあカートリッジ、それから、えコンバーターを綺麗に洗うのも、そんなに難しくないですよ、ということなんで、え私としてはですね、こういうふうに、で、まあ自分で作ったノズルっていうのを持っておくと便利かなと思うので、各社用ね、え作っておくといいんじゃないのかな。ということでですね、同じやり方で作ったものがこちら。これが、パイロット、せね、えー、それからプラチナですね。で、えーセーラーさん。 で、えー、ヨーロッパ共通規格ですね。それからラミーということで、まあ自分持ってるやつは大体これでいけるかなというふうな気がしますが、えー、これ以外にもですね、形がまあちょっと違うコンバーターというか、違うカートリッジとかいうところだったらですね、まあそういうの作っといてあげればですね、カートリッジ共用式のものに関しては洗うのすごい楽かなというふうに思います。もちろんね、 えっと、吸入タイプのものとかですね、プランジャーとかですね、まあめんどくさいやつはいろいろありますんで、それはですね、えー、別のやり方ということで、えー、少なくとも、あのー、カートリッジが使えるやつに関してはほぼこれで綺麗になるので、まあこういうのを一個作っておくと、まあ、真似室ね、えー、洗うのめんどくさいなとかいろんなやつをですね、ちょいちょい色替えして使ってますよっていう人はですね、 ま、これ一回作っとくとすごい楽だと思うんだよねっていうことで、今回はですね、万年筆洗浄の専用の注射器を作ってみてはいかがでしょうというご提案でありました。ということで、皆さんもよかったら試してみてください。以上です。 皆様本日もご視聴ありがとうございました文豪の YouTube チャンネルでは文房具についての新製品から骨董品までさまざまな切り口で文房具の情報を発信しておりますよろしければチャンネル登録評価をお願いいたしますなおチャンネルメンバーシップでは発表前のリアルな開封や仕事中のライブ配信資料データベースの公開なども行っておりますのでぜひぜひご参加ください以上です